今のはくるりのリンゴ飴っていう曲でした。こんばんは、吉川郁です。あ、さっきさっきはピアノを弾いてたんで弾いてました。ピアノも好きですけど、ギターも好きです。私、この曲やるまで食べたことなくて、どんなんだろうって思ったんですけど、なんか、銀色の形をした飴、だから、全部飴なのかなと思ってたけど、銀色の周りにコーティングされてるから、まあ、そんな黒くないってことが、それで5月、4月の初め頃に、屋台にあって食べたので、もうはい、わかります。弾き語りやってみたくて、私は弾き語りやりたくて生徒に入ったんですけど、多分弾き語り興味ある1年生多いと思うんです、思います。でやっぱりめっちゃ緊張するし、できるのかなって思うけど、意外とできるので、私はめっちゃ今緊張してるんですけど、まあ、そういう人でもできるので、ぜひチャレンジしてみてください。で、次はスピッツの渚っていう曲をやるんですけど、CM で最近使われてたので、聞いたことある人は多いと寂しけど分かるんじゃないかなって思います。で、この後ご飯会とコンパ、打ち上げのお茶会があるんですけど、なんか1年生はなんか怖いとか来づらいとか思うと思うんですけど、私は思ってましたけど、最初はそんなことないので、全然先輩方話しかけてくれるので、ぜひ来てください。仲良くなりましょう。